マジ、どうも知らぬしりと、ナマルと、ヨタツです。前回、読めそうで読めない名字、クイズ。皆さん、経験ないですか？こいつの名字なんだみたいな。高校入学して、まあ大学専門だって行くときに、服部読めんやん。含むって言う。あ、確かに、服部は読めん。難しいもんね。この見てる人としてはね、服部やな。だけど読めるわ。この世にはたくさんね、読めそうで読めない名字がありふれてるわけですよ。なるほど。ただそういう人と直面した時に、見た時に、いや名字を間違えると、その人からしたら、あ、よく間違えられるから別にいいよみたいな、こうですよってすぐ教えてあげるけど、できれば間違えたくないと。まあ気を使わせたくない。気を使わせたくないと。なるほど。まあ、僕も下の名前珍しいんでよくありますよね。こういうとかね、もう毎回説明してますよ。当てられると珍しい側からしたら気持ちいいですよね。まあ嬉しいけどね。そう、僕はもうシリュウって言われた瞬間、こいつわかるなみたいな、ちょっと嬉しくなるんで、最初に予習をしておこうじゃないかと。なるほど。ということで今回クイズ形式で、失礼がないように、まあ、失礼がないようにやっていきましょう。問題はね、カメラマンがまた作ってくれたんで。お前優秀やな。まあ、なんかいつも良い週となって、そういう感じでやっていきたいと思います。はい。それでいき、マジマジマンジ。それでは、お題参ります。はい。はい。はい。だね。何だっけ、読みを書くんですよ。読みですよね。え、ここ漢字があるんですか？合体するんですか？ここ。あ、何を言ってるんですか？あ、これは結構なんかパープルとかでもちょっと見たことがあるんで。あ、そう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 。はい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 。おるもんね。それでは、一斉にオープン。はい。つくも。いや、そう。僕もつくもです。おー、つくもっておるっちゃん。はい、正解はつくも。はい、バーモス、バーモスだけ。はい、次の問題はこちら。あれ、あれ、なんか似たり。あれ、これアニメ出るってこれだ。いや、でもあの時は5月7日だ。5月7日。いや、でこれ絶対さ、こういう字でさ、3文字とかや、多分フィルフールやっかて。ヒントは4文字です。なんか、あ、もういいだぞ。もう書いてた。はい、いや、ちょっと待って、流行っていくよ。で、名字答えるだけ。それでは、一斉に、オープン。はい。小袋ですね。どういうことっていう。じゃあ、小袋がですよ。はい。4月1日っていう曲名出すじゃないですか。小袋の小袋なんです。まあ、そういうことやね。やばい。ちなみに、あ、先日、4月1日やな。あ、確かに、尻踏み。いやー、でも、ありがちやね。俺、桜場。4月ってことは春や。で、桜なの。で、あの、お花見する場所で桜の。はい、答えは、わたぬき。わー、わたぬくな。マジ、決め。そうだね、わたぬきや。いや、聞いたことあるけどさ、その漢字書くったいっていう。わたぬきさんっているんですね。わたぬきはでも聞いたことない。聞いたことある。聞いたことあるよね。僕は、しかも漢字を言いたいから。俺、3級持っとる。お前、3級でいきんな。はい、答え参ります。はい、次の問題は、こちら。当てさせる気ある？ないな、これ当てさせる気が。普通に読まんよね。絶対読まん。はい、一斉にオープン。タイに。うまい。コーク。お前なんかちょっとおしゃれ感出してきたね。あったか。まあ、日本でコーク。タイ日本けどね。はい。はい、じゃあ答え参ります。答えは高本。普通にダメなんですか、その人。普通に高い本でダメなんですか。問題ですね。はい、はい、次の問題は、はい、名字にも名前にも使われるような感じです。次の問題はこちら。え、マジ？これあれやないですか、iPhone のユーザー時点で1個目に乗っ取るやつですね。見てください。これめっちゃ自信あるわ。え、だって名前にも使われるんでしょ、下の。じゃあ来たかもしれない。果たしてこれ上で読むかな。来てないんかい。お前、なんか二重人格な、お前。はい、いいですか、一斉に、あぶ。はい。そのままやね。そのままではない。そのままではない。違ったっけ。ささくれ。キララ。答えはキラです。イエーイ。いや、これはやばい。キララわからん、お前ら。よしよしよし、でかい、この一手はでかい。キララ肩代わりしとけて。いや、マジでアスカだけにしとけよ。最終問題参りたいと思います。はい、ここはっときたいね。ちょっと脳みそフル回転でお考えください。お題はこちら。いや、決めえ、マジ。うわ、うぜえ。結局数字や。じゃあ結構あるな。やば。これもめちゃくちゃ読み方当たるかもしれんと。まあ、ただやっぱり最後に持ってきたところっていうのは考えてちょっと考えてほしいですね。読むな、これ普通に。
これ普通に読むぞ。出題者の選択で取るわ。一緒にオープン。はい。ココナッツ。俺もココナッツ。おお。クック。いや、クックだな。クックはクックやん。これでクックない。9って書いてある。はい。はい。はい、答え、6本。当たるよ。読み方あります。はい。最高でしょ。順番に行きます。答えは、いちじく、いちのく。やばい、まずい。3つ目、く。うわシンプル。うぜー。口のく。あ、ごめん、5個やった。ラスト。丸。おい、何やねん、もう丸って。おい、足りてねえよ。てか俺惜しかったな。いや、惜しかったね。いや、皆さんいかがでした？いや、むずすぎ。読めそうなんですか？これは読めそうではなかったですね。日本にいる珍しい名字っていう題名に変えました。題名がちょっと違った。2曲目変えました。本当に読めそうだったのってスクモトミラー、え、キララ。名字が出てキララは確かにおるおる。我々これ答えられなかったけど、これはやったことによって自分たちの知識として得ることになったんで、今後出会った時にはしっかり活かせるように。はい、はい、行きます。珍しい病人からこんだけ見てんだなっていうのが分かるんで、高評価とかチャンネル登録の方もね、ぜひよろしくお願いします。まあ、どのくらいかかっているのも教えていただけると、我々一緒に見せてくれて、コメントの方もよろしくお願いします。では次回の動画です。